もう余分なお肉のたまる余地はありませんよ。なるほど、二大特許成分のパワーで溜め込んだ油を追い出してくれるんですね。はい、そういうことなんです。このパワー本当にすごいです。お医者様にダイエットするようにと言われた98キロあった男性はわずか2ヶ月で70キロに。適度な運動と食事に気をつけただけでマイナス20キロ以上を達成されているんです。無駄なお肉を何とかしたいという皆様の強い味方になってくれますね。はい、ぜひこのパワーをお試しください。はい、大ヒットサプリ OBX の内臓脂肪や体脂肪に働きかける成分がおよそ 120% にアップ。二大特許成分で太ろうとする細胞への栄養供給を断ち、さらに溜め込んだ脂肪を徹底的にカット。太りたくても太れない体を目指せます。ダイエットサプリ専門コントロールカプセル WX は1袋60粒入りを2袋およそ2ヶ月分をセットにしてお届けいたします。リバウンド対策としても飲み続けたいという方も多いと思いますよ。なるほど、そうですね、わかりました。それではもう1袋お付けいたします。はい、つまり合計3袋で180粒、最大3ヶ月分を税込み8358円、8358円でお届けいたします。うん、なおこちら送料は別になります。本気でダイエットしたいという方専用サプリですので、軽い気持ちでダイエットという方はご遠慮ください。本気でダイエットしたい皆様、今すぐお試しください。はい、ただし地をお知らせします。 Cross Green Recommend。 緊急シーカードを購入してください。有料道路およそ500メートル先、左方向です。そうですね、一見しましたね、打ってましたね、忘れてしまっておりました。あの出社した時はもうすごい激しい雨で、うん、どうなることかと思いましたけどね、うん、今すごくいい天気ね。そうですね、気持ちがいい天気ですね。ご利用所からはサウンドインテリア、今日はザ・テレフォンズの本日リリースされたニューアルバム Love, Cry, Sing and Dance をメンバーのコメント付きでお送りします。続いて4時半からはおよそ800メートル先、次の日は左方向の Moving Hour。 今日ご紹介する作品はヒッチコックです。続いて5時からの20分間は音楽をノンストップでお届けする Songs of the World。 そして600メートル先、左方向速道です。この時間は坂井優さんをゲストにお迎えします。質問やメッセージなどなどどんどん送ってくださいね。そして今日はプレゼントもあります。およそ何百メートル先、左方向音楽を作った音楽ドキュメンタリー映画旅立ったダイアリーのチケットをペア一組にプレゼントです。ご希望の方はお名前、住所、連絡先を必ず左方向名義の上、速道で、イメールか、ファックスでご覧ください。左方向です。イメールは761@lavenben.co.jp、 761@lavenben.co.jp。 まもなく、ファックスは092-715-7610 092-715-7610。ツイッターは761スタイリッシュライブ、761スタイリッシュライブ。
およそ300m先に水巻駅前の左方向で SL とつけてください。プレゼントご希望の方はイメール、またはファックスで水巻駅前の左方向です。そしてメッセージやリクエストのみという方はツイッターからも番組に参加できます。今日もあなたからのアクセスお待ちしています。You're tuning to Love FM. およそ 500m先 左方向仲間方面です。 So back, it's desperate not 20 years back from today. A wild mother and a kid named Tony learned life the hardest way. And I say およそ 300m先 左方向仲間方面です。その先左方向です。だけはちょっとしないとか、こういうことはしていきたいとかいう感じで書いていらっしゃいますか？お店の評価はもうしないですね。お店の評価はしない、はい、もうよくこう欲しい靴とかなんか点数をつけられてる方もいらっしゃるんですけど、まあ、まあ、そういう立場じゃないかなと思って、まあ、評価はなるべくしないように、はい、してます。そういうスタンスなんですよ。だから悪口が書いてないですよ、このブログには、はい、ね。そうですね、もうなんかちょっと気分乗らなかったらもうもともとこのお店のことを書くことがないから。なるほど、はい、そんな中で今ハマってらっしゃるのが立ち飲みということで、はい、どんなところが、はい、およそ300m先斜め左です。よく行くのは、役員の持ち方のところに小葉酒店ですね、はいはい、あその酒屋さんの裏がその立ち飲みスペースになってまして、はい、いいな、いいな、いいな、グラフトを極めて酒屋さんの裏にたどり着いてるんですか？左方向です。そこがもう異様な盛り上がりを見せてるからですね。どんなとこがいいんですか、教えてください。まあ、あの酒屋のワイン樽の上でちょっとこうなんかひっくり返したりとかこう飲んでたり、右方向です。あとは結構年齢層は上なんですけど、まもなくこれ広がったり南の距離が近いんですね、お客さんとの距離が、はい、はい、で、まあ飲んでてお酒なくなったら、まあ、取られて、まあ、マイペースでやっていこうかなと。そこが魅力だと思いますよ。狙ったりね、木を照らおうとしたりね、こう企画をこう立てすぎたりしないところが、はい、あの正夫さん の, そのブログの魅力じゃないかなと思います。うん、そうですね、うん、正夫さん、あの最後になりますけど、はい、正夫さんにとってその立ち飲みとかグルメとか、あの本当に一番の魅力って何ですか？あ、リフレッシュですね、うんうん、はい、やっぱりもうあの私もサラリーマンですし、まあ、仕事とかでも、まあ、いろいろあ、まあ、ストレスであったりがいろいろありますの で, で 家帰るのと、まあ、その家帰る前にちょっと息抜きっていうリフレッシュして帰ると、またさらに明日にもつながりきれるかなと、はい、なるほどですね。そういう気軽なスタンスでまた続けていきたいということですね。はい、本当にありがとうございました。まあ、興奮しました、ありがとうございます。モサオさんのブログちょっと、はい、紹介しましょうか。ぜひぜひ。モサオの福岡うまい店で検索して、うん、やっぱり見れるんですよね、はい、本当に面白いです。モサオさん、どうもありがとうございました。 ありがとうございます。ありがとうございました。いただきます。いや、興奮しちゃったな。ねえ、なんか実際にの話を聞くとね、バカにあっちゃった。モサオさんには、お住まいの三沢さんのお住まいの近くのイデックスのサービスステーションに使えるイデックスガソリンチケットを20リットル券をプレゼントします。20リットルのガソリンはハイオクでもレギュラーでも OK です。なおプレゼントはイデックスからご連絡後直接お送りさせていただきます。さあ、このようにですね、情熱を捧げていることを紹介していただける方随時募集しております。はい、あなたの愛車、秘蔵の品、うん、趣味、仕事、スポーツ、うん、情熱を捧げていることなら何でも構いません。ご応募ください。ファックスナンバー 092-526-5300 092-526-5300、 E メールを全部小文字でラジゴン RAJIGON ラジゴンアットマーク FM福岡.jp です。メッセージをいただいた方には折り返しご連絡いたします。情熱ハマり人、明日もどうぞお楽しみに。イデックスを代表して一級自動車整備士の下村がお伝えします。車検を出す前にイデックス車検、安全安心のイデックス車検、あなたの街のイデックス車検、ぜひイデックス車検を検索してください。エリアスタッフがお待ちしてます。イデックス。
けしましょう。本日の一押し曲でございます。吉木リサ&キャダインでシフトと地球とついでに愛を取り戻せ。この時間はマラシュ明太子のカメロコの提供でお送りします。それではよろしくお願いします。目的地静岡市に住む79歳の男性が交際していた77歳の女性に繰り返し現金を貸すなどしておよそ4億円の損害を受けたとして損害賠償を求めた裁判で、静岡地裁は女性に全額を返済するよう命じました。判決によりますと、女性は借金や習い事を理由に男性から139回にわたって借金などを繰り返し、その額は6年前までにおよそ4億円に達しました。今日の判決で静岡地裁の足立明さんで一緒に風呂に入るなど色仕掛けで男性に好意を持たせて金を借りたが、返済する能力も意思もなかったと指摘して、女性に対し4億円を全額返済するよう命じました。スマートフォンの個人情報が悪用されたなどとして、都内の情報セキュリティ会社が危険と判定したアプリがおよそ3万5000種類あることが分かりました。調査したのは情報セキュリティ会社のネットエージェントで、去年10月から先月まで主に日本人向けのアプリおよそ34万8000種類を調べました。それによりますと、アプリの10分の1が危険と判定されました。危険と判定された中には、スマホから抜き出されたメールアドレス宛てに出会い系サイトに誘導する迷惑メールが大量に届いたり、インターネットに接続するたびに特定の広告を表示するよう遠隔操作で設定が強制的に変更されたりしていたケースも確認されました。今朝、福岡市南区の路上で登校途中の男子中学生が男にすねを刺されて軽い怪我をしました。警察は傷害容疑で男の行方を追っています。今日午前7時半ごろ、福岡市南区五十川の路上で登校途中の15歳の3年生の男子生徒が男にナイフのようなものですねを刺されたと通行の女性を通じて110番しました。
警察によりますと、生徒は右のすねに刺し傷を負っており、怪我の程度は軽いということです。生徒は男について逃走したと話していて、警察が傷害容疑で捜査しています。男は20代で、身長およそ170センチ、マスクと黒のフード付きのカッパを着用していたということです。以上、この時間のトゥデイズレポートでした。いらっしゃい、おいしいからし明太子できてますよ。長山愛子です。金福のからし明太子は粒ぞろいの素材を金福ならではのタレでじっくり熟成、辛みの中にまろやかな旨み、私も好きです。金福からし明太子。リフティング5000回を目指す。ボランティア部を作る。宇宙旅行に行けるまで働く。小学校の同窓会を企画する。トライアスロンで優勝したい。今の自分より少し前へ。それだけできっと明るくなると思う。私も未来もこれからだから。 AC ジャパン。 Today's Report。 この時間はからし明太子の金福の提供でお送りしました。私ども若宮霊園では、自然に帰ろう、大地に帰ろうを合言葉にした自然樹木草園太陽を開園しました。自然樹木草ができる新しい区画です。詳しくはインターネットで若宮霊園を。インスペース福岡本店が明日リフレッシュオープン。話題の新台続々登場。 CR 機動戦士ガンダム、八代鬼浜爆走グレン隊をはじめ一挙9機種56台導入。インスペース福岡本店、明日10時リフレッシュオープン。法律事務所ホームワン。自分にも過払いがあるなら過払い金返還請求を考えるんだけど、明細が手元にない、業者とやり取りするのが面倒、利息の再計算が難しそう、そんな理由で諦めていませんか？ご依頼いただければあなたの代理人となっていろいろな手続きを行います。 0120-316-279 東京弁護士会所属、弁護士法人法律事務所ホームワン。踏み出す一歩ホームワン。スクエアスーパーバンドコンサートツアー決定。35周年を記念してあのスーパーバンドが結成。数々の名曲そして新曲を引っ提げて6月16日日曜日 ZEP 福岡に登場。チケットは4月20日発売開始。お問い合わせは共同西日本まで。スーパーラディオモンスター、スーパーラディオモンスター、ラジガン、ラジガン、ウェンズデー。
口が査定を行っています。ハピネスクラブラジオショッピングの時間です。今日は平山さんです。平山さん、はい、サラさん、中島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、お家のお部屋というのはいつもやはりすっきりきれいにしておきたいですよね、はい、でそうなると大事になってくるのが掃除機でございます、うん、ということで今日は今大人気のお掃除グッズサイクロン掃除機をご紹介いたします。おお、でしかもこのサイクロン掃除機お値段がすごいんです。5万円も3万円も大きく切っての登場なんです。まさか2万円ぐらいで手に入ってしまうとか。中島さん、さすがでございます。なんと1万500円、これ最高掃除機が1万500円でのご提供なんです。最高掃除機1万500円、もう1万500円でございます。もう間違いございません。さあ、なんと言いましてもこちら本体中心の心臓部にはゴミがぐるん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 回るサイクロンシステムを搭載しております、はい、もうこれでゴミをバッチリと吸い込んでくれるんです。足の裏にくっついて気持ち悪いフローリングのザラザラしたゴミですとか、うん、またカーペットにへばりついてなかなか取れない髪の毛ですとかペットの毛、また畳の目地に詰まったホコリ、もうこれらのゴミは全てこのサイクロン掃除機を任せてください。いいですね。吸引力が弱いと隙間のホコリとかなかなか取れなくって時間かかるんですよ。いや、このサイクロンシステム搭載は嬉しいですね。なんですよ、もうこれでお掃除がきっと上がるんです。でこちら吸い込んだゴミと空気を本体の中で回転させまして遠心分離を起こします、はい、でこの時ゴミと空気を分けてお掃除しますので、これ中のフィルターが目詰まりしにくく、もう吸引力が長ダストケース片手でカタッと外して、あとは中のゴミだけをゴミ箱へポイと捨てていただくだけで大丈夫なんです。紙パック取り付けなくていいっていうのは、はい、買いに行く手間もね、お金もかからないっていうのがいいですよね。そうなんですよ、もう取り替える手間もありませんし、まあ、何より経済的でもあるんです。でしかもこのゴミを捨てた後のダストケースはお水でジャブジャブときれいに水洗いできますので、もういつもホコリっぽくなく気持ちよくお使いいただけます。もういつも清潔に使えて、はい、しかも経済的、経済的です。もう言うことなしの掃除じゃないですか。そうなんですよ。でもですね、サラさん、中島さん、もう一つすごいポイントございまして、うん、今日ご紹介するのは最高です。お部屋の空気を汚しにくいんです。これゴミと一緒に吸い込みました空気は本体の中の3層のフィルターを通してもう綺麗な空気で排出されるんですよ。綺麗な空気が出てくるっていうことは、小さなお子様がいらっしゃるご家庭は特に嬉しいですね、はい、そうですよ、おめでとうございます。それからハウスダストが気になるという方にもこれ嬉しい機能ですよね。そうなんですよ、もうこの排気が綺麗というのも一つ大事かと思います。でもですね、佐野さん、中山さん、実はですね、今日もう一つご紹介したいものをお持ちいたしました。片手で持って使いますハンディクリーナー、このハンディクリーナーも一緒にお届けいたします。ハンディクリーナーもあると便利ですよね。ね、いやいや、ちょっと平山さん待ってくださいよ、はい、まさかこちらもついて1万500円ですか。中島さん、さすがさすがよろしいです。実はですね、こちらサイクロン掃除機とハンディクリーナー、これ2台セットにして先ほどの値段税込み1万500円での今回ご提供なんです。もうこの片手で持ってスイスイ使いますこのハンディクリーナー、これがまた便利でして、うん、テーブルですとかパソコン周りといったちょっと高いところのお掃除にぜひ活躍いたします。またこちら実はブラシ式隙間ノズル一緒にお付けしておりますので、これ例えばソファーとクッションの隙間ですとか、あと窓のサッシの溝などああいった細かい部分のお掃除も楽にできるんです、うん、でまたコードの長さたっぷり4メートルございますので、延長コードをちょっとつないでいただきましたら、これからのシーズン便利なのがお車のお掃除にも大活躍なんですよ。嬉しいですね。ちょっとした食べこぼしとかそういうのありますしね、ぜひ活用ください。そうですね、お掃除いいですね、まあ、それにしてもですね、機能充実のこのサイクロン掃除機に、はい、細かいお掃除ができるハンディクリーナーもついて、お付けいたします。1万500円ですから、もう本当お買い得ですよ、これ。そうですね、もうこれだけのセットでこの値段も他になかなかないかと思います、うん、もう古くなった掃除機の333-200、携帯電話からもかけられます 0120-333-200 まで今すぐお電話ください。お買い得なんで、古くなった掃除機の買い替え考えてらっしゃる方、いいですよね、うん、確かにですね。ただし限定20セットですからお急ぎください。ご注文は 0120-333-200 番です。平山さん、どうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。ハピネスクラブラジオショッピングでした。ボートレース福岡 GoA レーシングプレス杯好評開催中。おじい
兄ちゃん、ここがあの博多川端の緑屋さんね。そうたい、中に入りゃよりどり緑ある。博多川端緑屋仏壇店、パルサがピャッ。深谷のパラシメンタイをどうぞ。いいぞー。メッシュレース2008台、スーペンが明日リニューアルオープン。パチンコ機動戦士ガンダムを36台大量投入。スロット戦国武将2、鬼山爆走グレンタイなど1787台一挙投入。 P ゾーン出場戦は明日昼12時リニューアルオープン。福岡中央区長浜1丁目からお送りしている KBC ラジオパオン、 KBC 交通情報です。真心を送るお手伝い、杉村放送地帯株式会社がお送りします。日本道路交通情報センター福岡の安本さん、お願いします。はい、お伝えします。福岡県内の高速道路は全線順調に流れています。福岡都市高速道路や北九州都市高速道路もこの時間の流れはスムーズです。一般道路の渋滞状況です。福岡方面では勝山市の県道30台しています。また国道199号線は大理本町3丁目で小倉北方面向かう下りが渋滞しています。事故のため片側通行になっていました県道25号線門司区井川、井川小学校前交差点付近ですが、つい先ほど事故の処理が終わって交通規制は解除になっています。門司区の県道25号線は平常通り通れます。日本道路交通情報センターからお伝えしました。ありがとうございました。次の交通情報は4時半ごろお送りします。おかげさまで50年、杉村放送資材。50年ってうちのお父さんと同じ年。え、俺がどうしたって？あ、お父さん50年って信頼できるよね。父さん頼られるからな。まあいいか。真心を送るお手伝い、杉村。出そうとしたらないんです。慌てて家に帰り、忘れてないか確認してもないんです。ハート探しましたが落ちてもないんです。店員さんに聞いたら店長さんが拾って保管してくれていました。その時はほっとしましたが、お金をなくした時は真っ青になりました。冷や汗タラタラもんでした。額が額でしたから、次から面倒くさくてもポケットに入れずに財布を持ち歩くことにしたいと思いますと。お金って現金、特にポロッと落ちてて持って戻ってくることめったにないんですけどね。わかりますわ。今はほらお金はもう、逆に言うとお金はもういいから、カードとか入ってるじゃないですか。中に入ってるものと思いますね。それ考えたら財布を持たずに今のままお金だけ持って歩いた方がいいかもしれない。まあ確かにね。どうか、まあそうか。春日市の50代の男性。ありがとうございます。だいぶ前の話ですが、アメリカに住んでる兄の家に遊びに行った時のことです、はい、少し大きめのデリバリーバンを、運転していた時、信号が青になったと思い車を発進させたのですが、勘違いで車をバックさせるとドンという音が。うわー、そうです、私に釣られて前進した後ろの車に接触していたのです。後ろのメキシカンのおじさんは大きな声で何か言ってるんですが、何を言っているのか分かりません。幸い後ろの車もバンパーに小さい傷がついたくらいだったので、何か言いながらもそのおじさんは車に戻っていきました。あの時は心臓が止まりそうでした。事故起きたことにならなくてよかったですね。でも一生ごとやっぱヒヤッとすることありますね。今日もあの真っ青になったことでバイクで転びましたとかね、はい、うん、もう見てるこっちが本当にこう、ね、震えてくるような事故多いよね。いただいてますけれども、まあ本当に気をつけてくださいね、うん、でもまあアメリカでよかったね。逆に言うとおおらかだから、まあ、日本だったら結構大変ですよ。こういうの全部が大きいですからね。そうね、はい、福岡東区の50代の男性の方です。ありがとうございます。今日のテーマですが、まだ20代で当時付き合っていた彼女と同棲してた頃の話なんですが、はいはい、寝ていたら夜中にいきなり平手打ちをされました。なんだと思って目を開けると、目の前に包丁を握りしめながら泣いている彼女がいました、うん、理由を聞くと、私が寝言で違う女性の名前を呼んだって言うんです。確かめたところ、それは元彼女の名前でした、はいはいはい、必死で謝ってなんとか無事に治りましたけど、あの時青ざめましたね。それ聞いただけで青ざめるわ。でも私ね、逆にね、羨ましいですよ。それだけ一生懸命ね、うん、思い思われてるわけじゃないですか。こっちも必死で謝ってるわけじゃないですか、うん、寝言でなんか、例えばこうパートナーが他の女性の名前を言ったとしたらですね、うん、
どうでしょう、だからそこで焼き餅を焼けるってそのなんかそういうところが素敵。え、焼き餅焼かない？なんか変な興奮する。あのね、パンさんね、売れすぎなの。すごく人生経験豊かすぎて売れすぎちゃってるのよそれ。普通は逆にそれで興奮するみたいな、それプレイでしょ。なんで今その名前が出た、なんか談笑とね聞かせてみたいな。なんでそんなこと言ったと言ってごらん、なんでそんなこと言ったと、ね、違う言葉の仕方をしてどういうことやっていうわけ。どんなプレイしてるんですかバンさん、お昼ですよまだ。聞かせてみたいなね。さあこちらは熊本県にお住まいの40代の男性の方です。はい、仕事で、はい、まあ、荷物を運んでらっしゃるところでトラックに乗ってらっしゃるんですね。うんうん、でもう別の人がすでに荷物を積んでくれているトラックのナンバープレートを聞いて、はい、そのトラックで福岡まで乗っていた熊本の方です。はいはいはい、乗っていったのですが、後ろの箱を開けたら空でした。配車係がナンバーを間違って伝えていたんです。収めました。そうですよね、サンゴロソとして空だったらね、どうしたんだろう、慌ててまた別の車が来たのかな。結局なんかその車別の人が乗って福岡に来てくれたという、もうなしいね仕事としても。かなり、こちら大川市の30代男性、これちょっと痛い話、はい、あの聞いてる人もし痛かったらごめんなさい。私が小学生の頃、ふとしたことから兄と激しい取っ組み合いの喧嘩になりました。リビングでしばらく暴れていたのですが、私が床に膝をついた途端、膝に激しい痛みが、うん、思わずそれまで激しく暴れていた私はピタリと動きを止め、自らの膝に目をやると床に転がっていたであろう HB の鉛筆が膝からブラブラ下がっているではありませんか。うん、それに気づいた兄も動きが止まり、しばらく時が静止したのを覚えています。あれは真っ青になりました。鉛筆が転がっているところでは喧嘩するもんじゃありませんね。そりゃそうですよ。いったー、またタイミング的にね。また子供って、ね、角度とね、子供ってこういうことやるじゃないですか。うちの弟もあのゴミ箱を捨てるところからライダーキックとか言って、1メーター50、2メーター、1メーター50ぐらいから飛んで、ぼっきり足を折ってましたからね。痛いですね。ありがとうございます。小倉南区の30代の男性です。うん、僕は一人暮らしをしていて、お風呂に入るときは節電のためにお風呂以外のライトやテレビを全て消して入っているんです。はいはい、それが3日前のこと、いつものようにシャワーを浴びていると、うん、お風呂のライトがジジジジジという音とともに、はい、何回か点滅して消えてしまったんです。まさにホラー映画でも見るような展開。特に何もなかったですが、何か出るんじゃないかとかなり焦りました。かわいいね。いや、そういうのは心温まる、いいメール、いいメール。まずこう節電をして、こう電気を消してるところもね、なんか頑張って生活してるんだなって感じがしますしね。真っ暗の中こう洗ったんでしょうね。まあね、でもあんまりやりすぎるのもどうかなと思うんですけども。さあ今日は真っ青になったお話お待ちしております。引き続きもしありましたらお寄せくださいね。さあそれでは曲をお届けしましょう。うちの妹の旦那さんが、はい、この方の真似をするのがとっても上手なんです。あ、安全地帯、悲しみにさよなら。
さん、安全地帯 30th Anniversary コンサートツアーアンコール The Salt Moderate Show の Salt Moderate Show のお知らせでございます。もう一回言いましょうね。 The Salt Moderate Show のお知らせ、4月23日火曜日19時開演、福岡市民会館、チケットは発売中です。お問い合わせは共同西日本092-714-0159 092-714-0159 まで。走ることから解放されたサラブレッドのように、引退した車にも次の役目が待っています。廃車のご相談見積もりは廃車 .com または0120-88-99-66 オートリサイクル中島へ。ドライバーの皆さん、今日も一日安全運転してください。トラフィックリポートです。この時間は心がある答えがある西日本シティ銀行と、買取販売からメンテナンスまでカーライフをサポートするビッグモーターの提供でお送りします。それでは早乙女さん、よろしくお願いします。はい、お伝えします。福岡県内の高速道路は順調に流れています。都市高速道路も福岡北九州ともに順調です。一般道路の状況です。宮山市の国道209号線は恵比寿町で大牟田方面からの北行きの渋滞、久留米市の国道3号線は刈原や東町でそれぞれ八女方面からの上りの渋滞です。福岡方面の状況です。南区の高宮通りは野間四つ角で薬院方面からの渋滞、博多区の国際道路は祇園町西で天神方面向けて渋滞しています。東区の県道607号線は二股瀬で笹取方面からの渋滞、粕屋町の門松交差点では県道35号線など各方面から渋滞しています。新宮町の国道495号線は下の筆、加地方面へ向けての下りの渋滞です。なお県道25号線門司区井川小学校前交差点付近の事故に伴う交通規制は解除になっています。渋滞している道路では追突事故が起きやすいものです。前方に渋滞を発見してスピードを落としたり止まったりするときにはハザードランプやブレーキランプを点滅させて後ろの車に合図しましょう。道路交通情報センターでした。次のトラフィックリポートは4時40分頃お伝えします。ガクガクのデビュー、順調のデビュー、さああなたらしいデビューを、せーの。新生活に便利なカードオールニューアン JQ スゴカもデビュー。初めての口座は新生活応援キャンペーン実施中。俺の車いじってるから高くは売れないな。このホイールいいっすね。わかる。ビッグモーターは年式や走行距離だけでなくあなたのセンスも高く買い取ります。0120-030-411。お電話一本出張鑑定。スーパーレディオモンスター、モンスターラジゴン from Akusa Direct Studio。 ラジゴン。結婚が決まったら次は結婚式場探し。そんな幸せいっぱいの福岡の花嫁はブライダル情報サイトすぐこんナビを今すぐチェックしよう。すぐこんナビで式場の見学予約をしたあなただけの特典で、同じ費用でもお料理のグレードアップや演出の追加など大満足の結婚式が叶います。さらに直接アドバイザーに相談できるブライダルカウンターも天神西通りで営業中。結婚式場探しからリゾートウェディング二次会会場の紹介まで全てのご利用が無料です。詳しくはすぐこんナビで検索。江頭智です。幸せの印2013開催決定。4月21日日曜日16時30分からつくし会館で、出演は江頭勤、中西圭三。チケットはプレイガイドで発売中。お問い合わせは0927140230グリーンミュージックまで。ぜひお越しください。スーパーラディオモンスター、スーパーラディオモンスター、ラジゴン、ラジゴン、ウェンズデイ、ウェンズデイ、
Ben and Jim。さあ、ラジゴン水曜日。まあこんな時間なんですね。今日早いですね。なんとなく。ね、はい。さて今日は時間の許す限り皆さんからのメッセージをぜひ読んでいきたいと思っております。はい。はい、まずはどれからですかね。そうですね。はい、じゃあまず行きたいと思います。はい、ここら南区にお住まいの20代の女性の方から。はい。少し前福岡に引っ越してきました。駅にはフーマのジャージを着た大人が全くいない。驚きです。地元ではプーマのジャージを着た人はあちこちにいたのでそれテーマメッセージですか。あのちょっとテーマと違うかもしれないけどと思ったことなんでしょうね。まあそうなりますよ。だって地元ではよく見かける風景が福岡に来たら全くいない。なんでプーマのジャージ着てる人がいないの。まあまあでも効果もいないのって。確かにですよね。そう言われてみれば、うんうん、見ませんねプーマのジャージは。見ません。私最近のキティちゃんのサンダル、あの、うん、金庫サンダルみたいな、うんうん、ちょっと見かけなくなったなと思って余計ややこしくてますね話が確かにこれ面白いですね。なんか今じわじわ来てますよ私、はい、昔博多区にお住まいの40代の女性の方です、うんうんうん。青くなったことドライヤーが火を吹いたことです。15年ぐらい使っていたドライヤー、そろそろ壊れそうな気配は日常的に感じていたんですけども、突然火を吹いて、絶命しましたと。これびっくりしますよね。ありますね。というのはね時々ね急にいきなり来ますからね。特に古いやつですよ。はい、あります。あの私はテレビがありました。すごいもう古い方と見逃さないテレビだった。小さいのこうベッド寝てるとなんかね音が聞こえた。テレビが？はい。何それ？なんかガス？なんかガスが聞こえた。ガスで動いてるかテレビ？わかんない。ポンと爆発して終わっちゃいましたよ。あ、そうですか。はい。こちら春日市の女性です。本日のテーマ真っ青になった話。私の場合お鍋に火をかけたまま外出してしまったこと。これもよくありますね。お味噌汁を作っている途中だったのにうっかりそのことを忘れて子供と近所の公園へ30分後に帰宅し、玄関を開けるとなんだか煙臭い。はっと気。Thank you.
竹内まりやで毎日がスペシャルでした。お通夜から初7日までお葬式にかかった実費を3年目からは最高100万円保証する保険、満80歳まで申し込めますよ。葬祭費用のお悩みアメホにご相談ください。0120-369-690 369-690まで。ビーバー SNS 1040台糸電が信頼入れ替え、笑いのパチンコ機動戦士ガンダムを40台の大量投入、スロット鬼山爆走グレンタイなど一挙に全7機種83台の信頼入れ替え。ピーソーの糸電は本日朝10時オープン。お子さんが生まれた鈴木さん、卒業おめでとう。花粉症デビューした斉藤くん、卒業おめでとう。車の中のさまざまな有害物質や PM2.5 を 99% 除去、フィリップスの自動車用空気清浄機フォーフュア。あなたの車も汚れた空気から卒業しよう。お求めはオートバックスで。ホークス聞くなら RKB エキサイトホークス。実はこれラジコでも聞けるんです。スマートフォンとラジコのアプリがあればお仕事帰りのバスの中でもエキサイトホークスが聞けるんです。ラジオの後は花の応援団2部もラジコで放送中。ミツコの声もラジコで聞けるのよ。堅実なアパート経営をご提案。大阪の春の風物詩、桜の通り抜け、あの造幣局の桜の通り抜け、はい、今日から始まるようですね。350本余りの桜の多くはすでに満開らしいですね。数年前に私も行ったこともあるんですけど、この桜の通り抜け、桜の綺麗さを感じる、楽しむこともできるんですけど、桜ってのはこんなにいっぱい種類があるんだってことをね、感じ取ることができるんですよ。130品種、350本余りを楽しむことができるんですね。でも、時期的には開花の時期のやや遅い八重桜が中心ということですね。造幣局の南門から北門までの560メートルの通路に並ぶ桜を歩きながら鑑賞する催しということで、これ始まったのは明治時代で、太平洋戦争中を除いて開かれていて、今年で127回目となりましたと。通り抜けの期間は今日から今月22日までの7日間で、毎日午後9時まで行われ、日没後はライトアップされたから楽しむことができる。ライトアップも綺麗かったですよね。福岡でこう花見をね、やる機会なかった皆さん、大阪まで行きますか？行ってみたら結構ね、今いいってことですもんね。そうですね。なんせそれ行く気全くないですね、表情は。ないやんか。いや、でもたくさんの方々がね、きっと楽しまれるんでしょう。さあ、曲を、続けましょう。アイコで、キラキラ。
らいスムーズダンスを聴いていただきました。あたましてザ・ベルホンズです。ベルホンズです。ボーカル・ギター・シンガー・中です。ベースのブーヘンです。ドラムのバスのステージです。佐藤隆俊です。コメント高めです。ドミさんね、ドミさんね、DMAがね、はい、佐藤お願いします。ということですね、本日限定の名前佐藤といいます。はい、ということで、まあ、聞いてもらった通り、すごい、ね、踊れるアルバムというか、はい、ただ踊れるんじゃなくて、なんかすごい楽しくなっちゃうような感じになっていると思いますので、気になった方はね、ぜひ買っていただいて、全部通して聴いて、全部通して聴いていただくと、ちょっといいことになります。いいね。はい。はい。なので、お願いします。はい。そして、アルバムを引っ提げて、全国ツアーも決定しています。はい、お会いいたです。ザ・テルホンのワンワンディスコツアー、聴いてください。福岡では、4月。